今日はですね、ずっとやりたかった出産エピソードのビデオを撮ろうと思います。それでですね、この1時間ずっと寝かそうと頑張ったんですけども、寝ないということですね。今日は私の膝に乗ってもいただいてビデオを撮ろうと思いますよ。よろしいですか？その日は母の日でした。その時はもう妊娠39週を回っていてですね、もう妊娠35週の時から今日出てくる、今日出てくるって思い続けてました。今日出てくるんじゃないか、今日出てくるんじゃないかと思い続けてました。で、39週回ってもなんだかんだ出てこなくって、でもそれでもドキドキハラハラ毎日、今日出てくるんじゃないか、今日出てくるんじゃないかみたいな。っていうのもですね、私、自分が妊娠5ヶ月の時からすごいお腹が張り始めて、すごいお腹が減るもんだから、自分がどれだけお腹が張ってるかっていうのをチェックしたんですよね。1時間にどのぐらいとかでしたら、普通に5回とか6回とかお腹張ってたんですよ。で、お医者さんに行くたびにお腹が張るんですけどって言うと、まあ君は体が小さいから、まあ仕方ないみたいな感じで言われて、だからなんかお腹が張ったら休んでくださいね、あとお水たくさん飲んでくださいねって言われてたんです。で、お水はたくさん飲みました。たくさん飲みました。でも妊婦でこんなにお腹が大きくって、お水をいっぱいたくさん飲むと何が起こるかというとですね、毎 5分から10分トイレに行かなきゃいけないんですよ。で、寝てる夜中寝る時間なんて、それこそ寝苦しいっていうのに、お腹が大きいからなのに、そのトイレに行きたいからっていうので頻繁に起きなきゃいけないわけですよね、水分を取ることによって。だからもう大変だったんだけども、彼はなかなか39週まで出てきませんでした。で、それでその日母の日ね、その日、それは週末だったから、あ、できればこの週末に出てきてくれないかなと思ってたんですよ。っていうのも、子供たちの学校がね、月曜日になると始まるし、旦那さんもお仕事に行かないといけないから、週末に出てくってくれたらいいなと思ってて、それでうちの旦那が、今日は君が食べたいものを食べたいだけ食べなよみたいな感じで言ってくれたんです、母の日だったから。だから私が、あのカニ買ってきてみたいなで、そのカニっていうのが、私が、美容の専門学校に行ってた時に、お昼私いつも作って持ってってたんだけども、私のクラスメイトとかがお昼になると、買い出しっていうの？買いに行って、戻ってきて、で、学校で食べたのね。2GO で食べたの。で、それを見たら、なんと、カニとエビとお芋とコーンが、こう1個のシルバーのトレーに入っているのを食べてるわけよ。で、いっぱい食べて、それをね、なんか何回か見かけて、で、その子に、ねえ、それ何？とか言って言ったら、すっげえ美味しそうじゃん、何それみたいな感じで言ったら、あー、あそこの何？レストランで買えるんだよ、みたいな。って言ってて、だけど、私、学校に行ってた時に、自分で作ってってたっていうのも、休憩が30分しかなくって、で、その間に食べて、で、それにプラス、搾乳しなきゃいけなかったんですね。その時フローレンスにおっぱいあげてたから、だから全然時間がいつもなくって、買いに行ける時間がなかったんです。だからそれを経験、その食べ物を経験できないまま卒業して、でも、家から全然行ける距離だったから、うちの旦那にその母の日はそのカニが食べたいと、そしてやっと旦那が買ってきてくれたんですね。で、それをお昼に食べたの、すげえ美味しかった。もうカニをさ、クッて配ってクッみたいな。で、それをお昼に食べて超満足でしょ、お腹超いっぱいみたいな。で、それでなんだかんだ夜ですよ、夜8時ぐらいに、もう私疲れたから旦那さんに子供たち2人を寝かしつけてもらったんですね。で、私はソファーに座ってて、で、テレビでも見ようかななんて考えたんですよ。で、考えてて、で、そしたらこうソファーに乗っかかってるんだけど、こういう感じで、そしたらなんか生理が来た感じ、わかりますか？一番初めの生理が来た感じあるじゃない、あれな感じがしたの、あれ？と思って、でもなんかこう
前回はフローレンスが生まれた時はもう止まらなく流れてたんですね、破水が流れてたんだけども、今回の場合はん？あれ？なんだこれみたいな、破水なのか破水じゃないのかみたいな、わかりますか？ちょっとこう生理の時の生理が一番初めに来る日あるじゃないですか、ああいう感じなのね。でトイレ行ってチェックする、そしたらなんか透明だ、で何とも言えない、少量すぎて何とも言えない、だからみたいな。でも一応旦那にもしかしたら破水したかもしれないけどはっきり言ってよくわかんないみたいなね感じで言ったんですよね。でそれでまあとりあえず行ける準備はしとこうみたいな。でもバッグは準備できてたから、あとはこの上の子2人のなんか着替えとかをとりあえずまあバッグとかに詰めてて、そうで、あもし今日生まれるのかな生まれるのかなみたいな感じだったので、そしたらそれから45分ぐらい経って、まあ、とりあえずまた座ろうと思ってソファに座ったんですよ。そしたらまた同じことが起きたのね、少量なんだけど。で多分これはまた違うタイプの破水だと思って間違いないみたいな。でも私その前駆陣痛が何回もあったから、それで生まれんじゃないかと思って病院に入院したことが2回あったんですよ35週の時と37週の時だったかな、にもうお医者さんにも早く生まれる生まれるって言われたから、もうダメだ生まれると思って病院に行ったら陣痛がこう遠下がってったみたいなことが2回あったんですよ。でもうそんな大騒ぎしてるもんだから、うわこれが破水だったらどうしよう、破水じゃなかったらどうしようみたいな、もし間違ってたらねまた大騒ぎ小鉄だしどうしようみたいな。でもとりあえずね39週にもなってるから、まあここは大騒ぎしといていいんじゃないかっていう感じで、で旦那ももう私も多分これは破水だと思う、2回同じことが起きたし少量だけど多分相当そうだと思うみたいな。でそれでじゃあもうじゃあ準備していこうみたいな。でそれでまあ車に荷物全部入れて子供2人乗せてで向かってたんです。で上の子供2人を出産になる時に見てってお願いしてたお友達がいたんですよ。でその子にその破水した時から結構連絡を取ってたんだけども、なかなか連絡が取れない、彼女も子供がいるからね。でそれでなかなか連絡が取れない、で車に乗って病院に向かっている途中も連絡するけどなかなか連絡が取れない。でああこれは多分、もう子供たちは自分たちと一緒にいなきゃだな出産の時みたいな。でそしたらそうなった場合病院側は子供たちを出産のお部屋に入れないんで、多分旦那がその子供たちと、まあ、待合室で待つみたいな、じゃあもう自分一人で出産だっていう、まあ心構えで行ったわけですよ。それで病院に着いて、で緊急のところにまあ歩いていくわけですよ。でその間なんと自分の一番上のお兄ちゃんキャムロンが今までにないお兄ちゃんぶりで、もう超感動した、すっごい感動しました、マジですっごい感動した、感動したね。キャムロンすっごいいい子だった。でそれで歩いてその緊急のところまで行って、でそれぐらいの時にお友達から連絡あって、あ今から連れてきていいよみたいな、もうそれがもう9時半とかだったんだけど、でそれで子供たちを旦那がそのお友達のお家に送りに行きました。でもうその間にもう陣痛がものすごく早くなっちゃって、もう車に乗って家から病院に向かってる間に陣痛は始まってたんだけど、やっぱり3人目となると陣痛ものすごく早くって、なんか10分おきとか5分おきとかそんな感じだけど、もう3分おきぐらいになってて超早くって、でそれで旦那がとりあえずじゃあこれから子供たちを置きに行くと、でそれで戻ってくるみたいな。でもう3人目はねその生まれるのが早いから早くしてって言ってたんですよ。でもちろん本人も分かってるけど、ほら目の前にあることをただただやってってね、なんか急いではいるんだけど、それ以上早くはできないわけじゃないそんなことしている間にも陣痛もものすごく強くなってきてるし、もう今すぐにでも押したいみたいな感じなどが結構続いてて、でナースもその間に一応なんていうの
バーッと破水したわけじゃないから、その破水のチェックとかしたらポジティブで破水だったんだよね、あれは。でそれで、うんと、なんか旦那さんはいつ来るのとか、なんかいろんな質問されて、でそれで、うんと、旦那を待ってる間にお部屋も変わって、緊急のところから子供を産むお部屋に変わって、でその間もなんか、その緊急のお部屋から子供を産むお部屋に車椅子で連れてってくれるんだけども、今の痛さはどれぐらいとか聞かれるんだけども、痛すぎて声も出ないから、目で会話みたいな、みたいな、なんかそんな感じ、なんかこんな首も触れないよ痛すぎて。でそれでドクターが来て、その出産のお部屋に、で挨拶してくれたんだけど、ものすごくナイスな、ちょっと年のいったドクターで、女性の方だったんだけど、すっごいナイスで、それでなんか私がもう、旦那が来たら押していいですかとか言ってたら、もうあなたが押したい時に押していいわよみたいな、あなたが辛い時に押していいわよみたいな、もういつでもいいわよみたいな感じで言ってくれて、それでその出産のお部屋に行って、で旦那を待ってて、それでやっと旦那が帰ってきたってなった瞬間に、もうナースたちが、じゃあはいはいはいとか言ってたら、足上げて、はい、じゃあ産みますみたいな。でそれでそこからもすぐプッシュして、で3回目で出てきました。3回目で出てきました。なんかあるんだよね、そこに。それが気になるんだよね。2人目が生まれた時に、あの普通分娩すごい良かったんですね。なんかもう痛みも全部感じられて、子供が出てくる瞬間も感じられて、なんかあのジャーニーなんかもうすごい良かったから、3人目ももちろん普通分娩でと思って今回もトライしたんだけど、うんと、痛いね、痛い、あの陣痛が痛い、やっぱり陣痛痛い。なんか3人目一番痛かった気がします。3人目一番痛かった、うん。でも全部あのもう体で感じ取ったし、痛み、あとその出てくる瞬間も全部感じ取ったし、だから私的にはもうものすごく満足って感じです。そうだから、うん、普通分娩いいっすよ、本当に本当に。なんかもう私が力むのと赤ちゃんがこう動くのと、それがこう重なって赤ちゃんがブワッと出てくるわけじゃない、だからそれがね、すごい良かったですよ、すごい良かったですよ、本当に最高。うちの旦那が来た時にまだ、うんと、痛みをこらえた方が良かったのかもしれないね。だけどまだ赤ちゃんは超そこまで来てなかったと思うの。もちろんその時子宮口も9センチ空いてて、出てくる、来れることは出てこれてたんだろうけど、なんか私の感覚的に多分まだこの子は出てきたくなかったはず。でも私がもうこの痛みをずっと耐えられてるのは無理と思って、で旦那も来たしみたいな感じで、もうそれで、だから初めの1回2回はなんか、1回目をした時は全然感覚が、なんていうのかな、身動きして、身動きっていうか、なんていうの、動いてない感じ、赤ちゃんがこう押したのに全然下になんか下がってきてないじゃんみたいな感じだったので、2回目はちょびっとなんか圧迫を感じたんだけど、でもなんか動いてないなみたいな、で、あ、この先もっとプッシュするのかなとかって思ったわけで、そしたらあのナースが隣で、もしこう声を出してパワーを感じるんであれば声出しなさいって言われたのね。だからもう力む時に一緒にうわーって言ったの、叫んだので、そしたら出てきたのね、この子が。そうだからすごい、とてもいい出産でした。でうちの旦那は相変わらず斜め後ろでパスアウトしそうになりながら、私をまあ支えてはくれていましたが、子供が生まれた後も椅子に座ってみたいな、なんかやっぱり血がね、こういっぱい出るものだし、きついものがね、多分男性にはあると思うから、ほら経験してる側もう痛いし、全部ねこのジャーニーを歩んできてのこれだから、もう達成感とね、母親心ともう全て重なってるわけですよ。でもお父さんはね、なんか自分の体では感じ取れない、なんかね、ことが目の前でものすごく起こってて、でもそのパートの一部だし
ね、そのパートの一部だし、なんかなんていうのかな、多分いろんな気持ちなはずで、それにその血とかいろいろ出てきて、でもちろん嫁を支えるためにいるし、支えてるし、支えたいんだけど、もっとでもやっぱりそのね、やっぱりお父さんとかによってはその血とかが耐えられなくて倒れちゃう人とかもいるんだけど、うちの旦那は多分それの寸前だったなはずで、毎回毎回出産するためにこう、あの出産だと絶対椅子に座ってこう、はあ、みたいなでも頑張ってくれましたよ、写真撮ってくれたりとか支えてくれたりとかねえ、あ、さすってくれたりとか、まあ、いろいろしてくれて、いい旦那さんです。はい、ということで、これがエディソンくんの出産エピソードでした。なあ、気になるね、触りたいんだよね、あれがね、あれが触りたいんだよね出産エピソードいっぱい YouTube にあるけど、一個一個全部違うと思うから、これから出産する方、あんまりナーバスにならずに、大きな心で楽しんでやる的な感じでやってみてください。出産はとてもとても神秘に満ちた、あの素晴らしい経験でございます。もし質問がある方はぜひコメント欄のところに書いておいてください。あのね、私母乳育児してるんだけど、母乳育児にすごくパッションを感じてる人間でして、でそれで他のお母さんとかからたまに母乳どうやってますかっていう質問をもらうんですね。でそういうのも私のビログとかでどんどん話していこうと思うんで、よかったらビログもチェックしてくださいね。今日は最後までお付き合いありがとうございました。ドラマチックな感じとはまた違う出産でしたが、とてもとてもいい経験をいたしました。毎回毎回出産っていうのは違いますからね。もし楽しんでくれた方、ぜひ LIKE を押してください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。